撮影で使うエプロンをアイロン中です。直前にね今から切るっていうなんか声が聞こえる。なんか向こうでやばいとか言ってるけど、また汚いやつじゃん。あっちにちょっと事務所があるんですけど、この私への挑戦状です。今日は何持ってくる？今日はアイロンする日やで。なんかこれは日野ちゃんなんか持ってきましたね。今日はアイロンの YouTube ですよ。今日はあ、なんか持ってきてる。やばくないとか言ってる。色がもうすごい。色がすごいとか聞こえるねんけど、ちょっと待って。結婚とか。結婚事件。すいません、あのちょっと洗ってほしいやつ今日持ってきたんですけど。今日もあれ、けほちゃんアイロンの日やん。あ、もう一個追加でお願いできると。もう三試やで。直接触るアイロンなんですけど。声が声が出ない。謎の汚いねんけど。カバーつけてない？あ、一応カバーつけてるけど、やっぱ限界ありますよね。そうなの。どういうこと？毛刺さってる。これすごいね。中身大丈夫かな？すごいな。何やろ、謎のね、これ。これは洗えるの？洗って大丈夫。これはこう、あ、取られへん。あ、これは何？ただのスポンジ？スポンジですね。でもこれは取られへん。やっとく？お願いします。すごいね。10年ぐらい使ってるの？5年ぐらい洗ってないですね。5年ぐらい。5年ものです。すごい。じゃあもう洗いましょうか。行きましょう。こんにちは、洗濯研究家の東真理です。今日はアイロンの当て方をする予定だったんですけども、なんとですね、日野ちゃんが何や、これめっちゃ汚いで。これもの枕かな、はい、やってきたということで、今からやっていきたいと思います。お願いします。別の動画でアイロンの当て方もやってますので、ぜひそちらもご覧ください。では、洗っていきます。では、まずですね、お風呂の温度ぐらいのお湯ですね。まだちょっと春先なので冷たいんですけども、ここをですねじっと我慢して、必ずお湯になってから食べてください。あったかいものになりました。この手が気持ちいいなーっていうような、そのままお風呂に浸かりたいなーっていうようなくらいの温度が適量です。40度か43度ぐらいのお湯に洗剤を溶かしていくんですけども、この温度で洗剤の効果が最大限に発揮されますので、お水よりお湯を必ず使います。はい、これも洗ってるよね。これはまあ、たまに洗ってたと思います。おばあちゃんが。おばあちゃん。でも、やっぱ枕洗えるって、干すは知ってたんですけど、うん、枕洗うはあんまり。枕は、そば粉の枕とかじゃない限りは基本、本当は洗えるはずなんです。へぇ、そば粉。そば粉。今は、まあ、そばアレルギーの方も、まあまあいらっしゃるので。そば粉からアレルギー、その枕引いたらアレルギーになる。あ、呼吸困難に。結構ひどい方はなる。そばアレルギーの子はもう絶対そば粉の枕ができない。修学旅行の時にそばアレルギーとか聞かれるってことあると思うんですけども、旅館とかホテルって今は少ないかもしれないですけど、私が子供の時ってまだまだそば粉の枕って主流だったので、そば粉の枕を初めて聞きました。そば粉って言うかな、そば枕、そば柄か、そば柄じゃなくてそば柄です。そば柄の枕はやっぱりそばの成分が入っているので、そばアレルギーの人は気をつけた。ではお湯たまりましたので、はい、今回ですね、さほど匂いはなく、ちょっと汚れ、シミを落としたいので、体から出る汚れがあっさり落ちるリネンのナンバーワンをいきます。いっぱい足りないね。いっぱいお願いします。よーくかき混ぜます。薄水こういったものを入れるときは沿わせて入れてください。謎の、はい、このまま入れると浮いちゃうので。嬉しそうです。持ってるよね。でも結構みんなそうなんじゃないですか。枕とかさっきもスタッフの方何人か聞きましたけど、あんまりね洗えるって知らない。うん、でこれ、あ、この辺ね、この辺と、はい、
両サイド。両サイド。私こっち側でよう寝てたっていうのが分かりますね。このままつけちゃいます。めっちゃ吸うよ。初めて足りなかった。吸っちゃって足します。めっちゃ汚いわ。わあ、すごい。湯足しますね。洗顔も出します。出します。結構いい枕だねこれ。西川の枕を買いました。さすが西川の枕。私はおすすめされたのはロフテっていう枕なんですけど、私の夫枕しない派だったのに、一緒に住み始めてから、うん、めっちゃ私の枕使うんですよ。使うの同じ枕楽天にしてもらって、そしたら娘が生まれて、娘も私の枕を買うんですだから娘の分を注文して、でもう一人生まれたんですけど、もう一人が今私の枕使ってて、私一生枕ロフテ海外の日本かな、関西だと阪急百貨店とかにもなんかショップがあって、うん、枕コンシールジュみたいな方がいらっしゃって、実際になんかベッド置いてあって、首の高さとか測ってくれて、なんかおすすめの枕とかを教えてくれる。寝てる時間だから、寝具はほんまにお金かけた方がいいっていうか、自分への投資としてぐっすり眠れるのに越したことがないと思います。通過しました。ちょっと横着なんですけども、しっかり心を掛けて。わー、重しいるね。ちょっと待って、めっちゃ汚い。わー、いいですね。ちょっと待って、ほんま今つけたばっかりやで。すごい。わー、香りもなんか香ばしいですね。香ばしいね。はい。今もう口角ギューって上がってましたね。本当にすごい、もうすごい沈めます。すごい、ちょっとギリギリ、ほんまにこう初かもしれない。もう傘は初めてですね。すごい、結構傘いります。洗面器だと絶対入らないので、浴槽の方がいいかもしれないですね。自宅、だとこれぐらいのバケツってなかなかすっごい大きめのたらいになると思うので、自宅でされる方は浴槽がおすすめです。つけたばっかりじゃない？いやー、すごい。きっとみんな出ると思う。人生の3分の1寝てるもん。画面の前でヒーって言ってる。そこのあなた。次、こうなるのはあなたかもしれません。そうですね。やっぱり体から出る汚れに特化した洗剤なので、頭皮の汚れとか汗とかよだれ、多分 よだれも結構ね、毎日出てるはずなので、無意識に。枕かもしれないもんね。あ、一応、一応してましたね。枕は洗いましょう。では、つけ置きで待ちましょう。それでは、つけ置き時間が終わりましたので、今から取り出していきたいと思います。取り出す前からさ、ドキドキすんねんけど、浮いてるよ。すごい。おも出てるね。あー、いいですね。綺麗くなってるね。落ちてますよね。落ちてるね。落ちてる。こっちはちょっとすすぎ、余ったら取れるかな。っていうか、めっちゃ汚くない？すご。あー、すごい。今回も出ました。出ましたね。で、もうなんかすごいね。定番じゃない？すごいですね。頭もすっきりしちゃう？すっきりしちゃう感じですね。なんかまた違う、今までにない違う色やねんけど。おー、なんか黄ばみ？黄ばみ？黄色いですよね、結構。ネットに入れて洗濯機にかけます。出るね。白くなってる枕が。なんか色変わってるよね。変わってますね。ではネットに入れていきます。入れて洗濯機に入れるだけ。めっちゃ簡単。枕って洗えないって思ってる方多いのかな。多いと思います。悪夢を見る人とか枕洗ってみたらいいかもね。これはすごいよ、枕。めっちゃ重たいね、これ。よいしょ。うわ、重そう。わあ、すごい。わあ、この色は初めてですね。これ初めてやね。いろんなタイプの汚水があるんだね。ねえ、また汗とも違うし。なんだろう、この5年間の。みほちゃんの。汗と涙結晶。涙多め。涙多めなのかな。洗剤ケースに濃い洗剤します。この時はご自身のお持ちの市販の洗剤です。大丈夫です。上は、スタートですね。
ね、ちょっとしっかり洗っていきたいので11分ですね、はい、で、すすぎ2回で脱水6分で中にビーズが入ってても、もう普通にこういう洗い方で大丈夫、うん、ビーズの場合は洗濯ネット、あ、洗濯ネット入れて、はい、必ずしていただいて、楽しみ、綺麗になれよいい指見れるよ確かに、はい、それでは出来上がりましたので取り出していきます。めちゃくちゃすっきり、なんか取り出しただけで分かる、すごい、すっきりさ、なんかこれめちゃくちゃこの肌触りがほんまにしてる、なんかね、さっきちょっとね湿ってたもんね、湿ってましたね、気になる枕、あー、え、すごい、白い、すごい、新品みたい、すごいすごい、すっきり、めちゃくちゃすっきり、すっきり、白いね、茶色いシミが全部なくなってますね、なくなってますね、すごい、これで、ね、全然これなんか寝心地変わるんじゃない、変わりますねこれ、こんな感じで風通しのいい場所に置いておいて、まあ、1日やれば乾くと思います、しっかり乾かしてから寝てください、ありがとうございます、わあめっちゃ綺麗、早速今日これで寝るのが楽しみです、まだ乾いてないから乾かそうということで、いかがでしたでしょうか、枕ですね、洗える枕をお持ちの方はぜひですね、洗ってない方はつけ置きをしてから洗濯機にかけてみてください、普段洗われている方は洗濯機に OK だと思うんですけども、結構なお汁がもしかしたら出るかもしれないので、一度お試しになってみて、あくまでちょっと鳴らされるとか寝心地悪いとか寝つき悪いっていうだが、もしかしたらこの枕を洗うことによって快適な睡眠になるかもしれないので、ぜひお試しになってください。それでは次回もお楽しみに。